健在意識チャンネルです。今回はアーユーハッピー2024年9月号に特集人は死んだらどこへ行くの天国への帰り方というのがありますその特集の中でえっと。まずは心の手荷物検査。死後の行き先チェックという。あのチェック項目がいくつかあって、それにチェックをつけて。 でまあ、そのチェックがついたところの結果によって地獄行きに登場中とかあと天国行きに登場中とかなんかいろいろこう分かれるようになっているんですけど今回はあのその天国行きに登場中についてちょっとみんなでお話をしたいと思います。うん 「えとその天国行きに登場中」の中に、えーとと「天国では思ったことがすぐ実現する」とか「帰る条件はガラス張りの心で生きられるか」というのがあるんですけど、えー、そのうちの「帰る条件はガラス張りの心で生きられるか」っていう部分についてちょっと重点的に話をしたいと思います。えーあのえー、地獄の方 っていう、ね、あの書籍が出てすごく地獄に行くにはこういう,う条件っていうのが多分あってとてもうん仏法真理を学んでいるととても分かりやすかったんですけどなかなかそういうん死んだら終わりだってね思ってる方たちがいると地獄のそういう状況もなかなか浮かばないと思うんですよね。それでそでうういうこと のそういうことのためなのかああいう派が今度は天国へ行くにはどうすればいいかっていうところであの世のことを説明してくださっているんだなっていうのをなんかちょっとあの、うん、感じて、えー「天国行き」ってじゃ天国に帰る条件はあの何かっていうところでねやっぱりガラス張りの心で生きられるか すごく難しいことだなって思いつつ、あの、釈迦の本心の中に、あの、これがちゃんと書いてあったんですよね。えー、うん、人間の理想は赤裸々に生き、天真爛漫に生き、ありのままに生きて、自分も他人もそれを素晴らしいと思うような生き方にあります。で、その後に、えー 天国に生きることは「決しして難しいここととでではななく、ただだそれだけのことなのです。ガラス張りの世界において自分も他人も祝福できるような生き方をすることが大事です」っていうところがうん,なんか言葉としての理解はうできないわけではないんですけどなんかそれをじゃあどう生きればいいかっていうところで、ね、すごくあの考えて。 してしまうんですよね。うん。だから自分自分もというか他人がセキラ他人が見てもセキュララに生きているということが素晴らしいと思えるってすごく難しいことですよね。うん、ただそれをこのことを知っているだけでもね、あの自分のガラス張りの心かセキュララに生きるということが。 他人に対してもそれが嫌じゃないのかっていうところでなんか結構それで言い切っているんですけどすっごく深い意味があるんだろうなって思うんですよね。結構赤裸々にね天真爛漫に生きてる方がたくさんいらっしゃるし羨ましいと思うんですけど自分も他人もっていうところがまたちょっと考えるところなんですよね。ちょっとそれをあの 話しててみたいなとと思っっちょっと取り上げたんですけど天真爛漫っていうのは多分、まあ、ガラス張りの心もそうなんでしょうけどう、まあ、嘘がない心なんだろうなと思うんですよその人自分に正直な人っていう感じではあると思うんですけど自分に正直っていうのもちょっといろいろ方向性があってすごいわがままな人が自分に正直だとすごい害悪をまき散らすじゃないですか。 でも、それって天国には絶対いけないと思うんですよね。うん、だから。<laughs> そ,うそうそう、そうそう、じらの自己中みたいなね。だからね。あの。ここのポイントはやっぱり。他人も幸いいいと思える。他人も幸せに。になれるみたいな感じの。 天使者のガラス張りの心で天真爛漫で自分に正直。自分に正直なことが他人にとってもいいことっていうのが。まあ、やっぱりこう一番のポイントなのかなっていうた。単に正直だだけだとちょっとね。ちょっとこ恐ろしいことになりそうな感じがしますよね。あの、今のキトちゃんの話でね。あの、その後にやっぱりガラス張りの世界において。自分も他人も。 祝福っててていう言葉がね出てきてるんですよでやっぱり他人のことを祝福できない人は天国には行けないってこう最低条件でちょっとね思い出しちゃったんですけど <laughs> なんかその自分も他,あ他人を祝福できるだけじゃなくて自分も他人も祝福できるっていうそういう気持ちって明るくてやっぱりガラス張りなんですよねきっとね。うん だからその祝福っていうのもすごい大事なんだなってねうんなんかそういうのがうんちょっと考えたらちょっと深くなるんですけど意外とこ,うこの通りにねあのこれを目標に常に生き,生きるように、うん、努力すればっていうところなんでしょうけど、うん、明るいっていうのがやっぱり一番なんですかね。 まああのー、最近ね、うん、あの妖怪性とか天狗性とか、うん、いろんなことを教えていただいて、あのーまあ、日本人日本人だからって。 といいいうことでももななのかもしれないけど本音と建て前みたいなものがあったりとかも,うもはや自分の本音がどこにあるのか分からなかったりとかあのこ,うはこうでありたいっていうものがあるがゆえに自分の潜在意識までこうたどり着けないみたいなねあの,のがあったりしてまあ難しい問題ではありますけど本当にこう心がガラス張りの世界に行った時に自分が一番びっくりするのかもしれないんですけどね。あのー いずれはそういう世界に行くのであのこれを意識して生きてゆけばあのこういう世界に行くっていうことがねもう分かっているのであのこれ知ららないっていいととううのは本当にあのえらいこことだと思うんですよこれを知っているっていうことがある程度あその都度その都度こうチェックが入れられるのであこれ今この今出た思いっていうのは っていう点検が入るっていうことがあのすごくありがたいことだなっていうふうに今ね思いましたそうです、ね、なんかすごいコラいをだいたような感じで今すぐねあこういうのっていうなかなか結論っていうか出せないんですけどうんそうですね「ガラス張り」うん「自分も他人も」ですもんねこれね。うんね 結局まず自分自身のまず自分自身の心はどうかっていうところでうんまあそういうガラス張りを目標にあなんかいろんなことがあってもこう結構ほらとらわれたりこう悩んでするじゃないですかまあそういう時にあやっぱりガラス張りに行かなきゃっていう,こうやっぱりこう戻す戻す訓練をねや,っぱやっぱり頂い,いてるのかなって思うし。 また相手もこう見るとき相手もこう素直な目で相手の本当に本気で言葉ではね幸せを願ってるとかなってほしいとかって簡単に言えるんですけど本当に本音でそう思ってるかっていうところをやっぱ毎回こうちょっとチェックしつつうんやっぱその理想に近づけるようにちょっと精進したいなって思いました。であのこの,アユ派の「あゆハの最後の方に「えー、と天国では」 人々は宗教ごとに集まっています。そのため、生前、正しい宗教に入って信仰を持っておくことが大事です。というところで締めくくってあります。本日もご視聴いただきありがとうございました。